ママ BA。 はい、今日も、斉藤明でございます。今日はどこにいるかと言いますとね、 IGR 岩手銀河鉄道の渋民駅でございます。お、ちょうど今2番線に下り列車が来るっていうところですか。黄色い線まで下がってお待ちください。さあ、今日はですね、ちょっとお客様を用意しております。2番線に下り列車が参ります。はい、ザガーン。黄色い線まで下がってお待ちください。お客様、あら、ん、2番線に下り列車が参ります。貨物列車ですから、黄色い線まで下がってお待ちください。あ、ちょっとね、貨物をやり過ごしていきたいと思いますが、こうですね、こういう歌がここに、ふるさとを遺伝子子らの愛あいて、喜びに勝る悲しみはなしって、それからこちらは、あっと、砂山の砂に払わばい初恋の痛みを遠く思いずる日とかね。まあ、砂山というのはこれ遠く函館かな、おそらく僕も行きましたけど、来ましたね、ふるさとの名場に懐かしい停車場の人混みの中に、そう聞きに行く、これは上野駅にもあるやつですね。はい、こちらは、はい、あ、これは、ふるさとの停車場道の川端のくるみの下に小石拾えりってね。これは宝徳寺にあるものですね。はい、あれですね。はい、ふるさとの寺のほとりの火花の木を頂きに来て泣きし閑古鳥が、これもで、あ、これがじゃあ、はい、東海の小島の磯の白砂に我なき濡れて髪を蟹と戯る、あ、これが函館にあるやつか。そして、まあ、一番は啄木公園の、あ、そして、はい、こちら啄木公園ね、渋民公園の1号歌碑でございますね。かにかくに渋民村は小石か、思い出の山思い出の川という、まあ、思い出の山については、まあ、諸説あるんですけど、まあ、それはおいおい説明したいと思います。はい、ということで、IGR の渋民駅でございます。はい、と渋民駅、啄木のふるさととなっておりまして、ちゃんと、ここに、書いてあります通り、平成31年、まだ令和になる前ですね、啄木を園として、東京都文京区と盛岡市との間に結ばれた友好都市提携を記念して導入した副駅名ということですね。で、この啄木のふるさとというのは、駅の入り口にあるものは、啄木記念館の協力により、啄木の所管化を周知したというものだそうです。あ、そういうと、あ、こちらにもありますね。啄木の歌が、汽車の窓、山見えくればふるさとの、あ、汽車の窓、遥かに北にふるさとの、山見えくれば襟を正すも、ね、啄木かるたって地元ではあるんですがね、その啄木かるたにおいては、これ入ってます。いや、ほんとね、
僕も新幹線とかでね、岩手山が見えると、ああ帰ってきたなっていう感じはするわけですけどもね。まあ岩手に帰省できなかったね、岩手県出身のね、東京また関東とか全国在住の皆様ね、僕の気持ち分かってくれますでしょうかね。はい、でですね、今こっちが盛岡方面のホームでございまして、はい、で最初にですね、収録始めたこちら側が、下りホーム、ここがですね4月に何度か、桜の開花の時期に動画を撮って、配信っていうか流したところでございます。今はねもう葉が青々と茂る葉桜でございますが、ここがねゴールデンウィークの時期になると本当満開の桜でね、IGR さんもね、なんか渋谷駅のホームで桜を見る会みたいなのね、企画してほしいですね。いやー、そういう企画をやればね、少しは、観光客っていうかもね、あるいはそういうオンラインでね、そういうのをやって、こう、と、啄木のね、アピールとかも、ちょうど命日、過ぎてですけど、まあ、その啄木の命日っていうのが4月の16か7ですよね。そっからの啄木期からの、まあ、ホーム駅のホーム、渋谷駅のホームの桜を見る会みたいなのっていうのもね、あってもいいのかなって、まあ、思います。最近ですね、渋谷駅のというか IGR 岩手銀河鉄道ね、鉄道系 YouTuber の方が利用して、まあ、いろいろ言っているようなんですけどね、僕もねコメ欄見てね賛否両論あるの見てね、わかるわかるっていうかね、いうところもある。一方、ちょっと俺が変えてやるよみたいなね、地元の人間が声上げなきゃダメだろうっていうふうにね思ってる部分とかねあったりするんですよね。